パリ五輪第9日、バレーボール女子1次リーグ日本3のゼロケニア、3日、パリナンアリーナ、写真、手を挙げて会場を引き上げる子が1次リーグ。L、B 組最終戦で、世界ランク7位の日本は同20位のケニアを3-0対0で下した。これで1勝2敗の C 組3位につけた。A 組のフランス、米国、4日、でフランスがストレート勝ちした場合、 日本は2大会ぶりの1次ル突破が決まる。米国が1セットでも取った場合は、2大会連続の敗退となる。ケニア戦は第1セット25から17、第2セットも25対22で練習し、第3セットも25対12でものにしてストレート勝ちで望みをつないだ。今大会限りで現役引退を表明している主将の古賀紗理那、NEC は試合後は、涙でインタビューに答え、 今日勝って最後かもしれないし、負けて最後かもしれない。バレーボールが大好きな小笠里奈として戦いましたと言葉を詰まらせた。パリ大会限りで現役引退を表明している小川1日に0対3で敗れたブラジル戦後に、私たちは必死にプレーしているけど、ポーランド戦で言えば、ポーランドの方が必死に我慢していたし、私たちは逆にここを我慢すれば結果が出せるところで精度が落ちたり。 そういう小さいところを修正していこうと話したと語っていた。25年ぶりの一次リーグ敗退に終わった前回の東京五輪後、12年ロンドン五輪銅メダル監督の真鍋正義氏が再び就任した。昨週の五輪予選では、切符がかかったトルコ、ブラジル戦で連敗し、出場権を逃した。パリに向けた今季は、国内の V リーグが例年より1ヶ月ほど早くシーズンが終わり、 まずはネーションズリーグ、NL、1次リーグ後の世界ランクに基づいて決まる五輪出場権を目指してスタートした。NL では開幕の当時世界ランク1位のトルコ、アジアのライバル、中国も破り、最終第3週の福岡大会で、4年アテネ大会から6大会連続の五輪切符を確定させた。 NL 決勝大会では準決勝で五輪一次リーグでも当たる世界ランク1位のブラジルを3対2で倒すなどかい進撃。決勝で同2位のイタリアに屈したが、男子と並んで初の銀メダルを獲得し、好調を維持してパリへ乗り込んできた。五輪では、7月28日のポーランド戦で相手の高さや粘りに苦戦し、1対3で敗れた。同31日のブラジル戦は、 強みとするサーブからの展開を出し切れずストレート負け。自力での一時エト突破が消滅しこの日のケニア戦を迎えていた。